皆様こんにちは。近年自社に後継者がいらっしゃらないなどの理由によって中小企業においても第三者承継である M&A が一般的になり広がってまいりました。この動画をご覧の方の中にも M&A の成立を迎えた方もいると思います。一方で会社を譲り受けたまたは譲り受ける予定の中小企業者においてM&A 後の事業の統合作業等をどうやっていいかわからないなどの声を聞くことがございます。本動画では会社を譲り受けたまたは譲り受ける予定の中小企業者に向けて M&A 後の統合作業等について中小企業庁がまとめている中小 PMI ガイドラインの内容をもとにご説明してまいります。大まかな区分としては総論・各論に分け、各論はどのような規模の M&A においても必要となる取り組みをまとめた基礎編、より相乗効果を得ることを目指した取り組みをまとめた発展編に分けております。こちらは会社は別々のままの株式譲渡の場合でも活用できるようにしております。各編の概要編は5分程度にまとめておりますので、まずは概要編からご覧いただき、実際に実務を担当される方は10分から20分で、より詳しく説明している詳細編についても必要なところからご覧いただくことを推奨しています。動画1、3、4、6に関しては主に譲り受け側の経営者向け、動画2、3、5、7、8、9に関しましては実務担当者向けとなっております。 M&A 後の統合作業を適切に効果的に進めていくために本動画をぜひご活用ください。